こんにちは。自衛隊さんの森脇ゆいと選手のニュースがヤフーハゲニュースにありましたので紹介します。記事を読みます。ボクシング日本勢は出場6階級すべてで初戦突破。日本勢が出場6階級すべてで初戦を突破した。森脇ゆいとはリベンジ成功。日本勢最後の初戦を残していたミドル級の森脇ゆいと自衛隊は19年世界選手権5位で、20年3月の大きい運動会アジア予選で、判定0の5の完敗を喫したサイード・シャヒン・ムサビ。イランに白票を踏む3の2でリベンジし、29日の2回戦に駒を進めた。ネットの反応です。森脇三刀陸走、おめでとうございます。おめでとうございます。次もファイト。怪我に気をつけて頑張ってください。次もいい試合ができますように。なんでメディアは自衛隊さんにいつもお世話になっているのに大々的に報道しないんですかね。また自衛隊さんの活躍を探してお知らせしますね。ご視聴ありがとうございました。